はい、皆さん、こんにちは。気持ちです。英語落語やってます。さあ、今回もラジオで動画、おしゃべりお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。実は、ちょっとラジオ動画撮るのは久しぶりです。ちょっと病気してまして、やっとなんとか元に戻ってきたっていうような状態で撮ってます。これからまたガンガンペース戻していきたいと思ってます。さあ、今回なんですけれども、法治国家、人治国家。日本は人治国家だよね。っていう話をしていきたいなと思ってます。訴求公という、法律用語なんですけれども、そういう言葉が出てきます。でも題材は、雷神の話です。また、総合格闘技、雷神の話。しかもまだ終わってもう1ヶ月経ってますね。スーパー雷神3の件ですね。他にもね、このネタ、雷神、スーパー雷神のネタ撮ってるんですけども、ちょっとね、飛び越してやってます。今ね、世間的にはというか格闘技界隈にはですね、スーパーライジン3のメインイベントを張った朝倉未来選手と平本選手の試合、平本蓮選手の勝利で終わったんですけども、その素晴らしい試合にちょっとケチがついております。平本蓮選手のドーピング疑惑です。でもいろんなものが出てきてて、で、どれが本当なのか、どれが嘘なのか、フェイクなのかとわからないです。で、このラジオでは、その、ことの真偽を確認するということではないです。はい。まずですね、今のルール。この試合は、雷神として、運営側、雷神は、尿検査をして、その結果を報告するというような状態になってます。それが本来は先週だったのが、今週に報告すると。そして、今日、ラジオを撮ってる、ほんとすぐ後に、平本蓮選手が個人的に記者会見をやる、2024年の9月2日なんですけども、やるというような流れになってます。朝倉未来選手、平本蓮選手、当然尿検査を受けてるんですけれども、この、どうやら使われた薬品というか、ドーピングのものが、尿検査では出ないようなものなんじゃないかという話が出てるんです。そこで、ファンをはじめとしたみんながですね、血液検査をしろ、毛髪検査をしろというところでですね、誰に対して言ってるのかちょっとわからないんですけれども、雰囲気を見る限りですね、平本蓮選手に、血液検査をして身の潔白を証明しろ、毛髪検査をして身の潔白を証明しろ、みたいなことをやってるというですね。で、確かに気持ちわかるんですよ。ファンとしてはですね、基本的にイーブンの条件で、試合をしているものとして、それを信じてやっていて、素晴らしい動きだった、素晴らしい内容だったっていうことをやってるわけですので、それを、多少じゃないな、だいぶズルをしたかもしれないというようなことをする、知ってしまうと、当然ファン感情としては攻撃したくなるもわかるんですけれども、ただね、ちょっとね、行き過ぎてしまうと、もう歴史は繰り返されるというか、例えば魔女狩りであったりとか、異端審問であったりとか、例えば町の自警団で、ね、勝手に、冤罪的なもので、私刑ですね、死刑をしてしまうというようなことなんかも繰り返される、これと形は一緒だな、なんていうものを見てしまうんですよね。そこで、人治主義なんだな、っていうふうに思ってしまうんです。人治主義っていうのは人が治める主義。それに対して法治主義っていうのが法律で治める主義。日本は法治国家と言われていますけれども、時に法律がねじ曲げられてしまったりとか、いうところをこういう動きを見て感じてしまうっていうところなんですよね。で、雷神に平本選手の検査を、血液検査をさせて、当時の試合の結果をっていうことなんかは、実はもう人治主義の極めつけなんです。そこで出てくるのが訴求公という言葉なんですけれども、訴求公っていうのは、法律ができてない時には、その法律で縛れない、なんていう言い方でいいのかな。例えば、車のシートベルトなんかもそうなんですけども、昔の車はシートベルトがついてなかった。それは、生産された当時はそういう法律がなかったから。そして、どこかのタイミングでシートベルトを つけなさいと、車を製造するにあたってですね。で、どこからか車にシートベルトがつけ始めた。シートベルトがつき始めた。でも、
古い車は今も運転するときにはシートベルトはいらないわけですよ。それは遡って当時の車を今の基準に合わないからっていうことで変えようとしないっていうのがこの訴求行なんです。あなたがとある犯罪というかとあることをしました。そのした時には法律上刑罰が処されていないような状態、違反としてされていないような状態です。翌日、例えば1週間後、1ヶ月後にあなたがしたことに対しての規制をする法律ができました。です。で、その規制をする法律を、まあ、1日前か1週間後、まあ、1週間前か1ヶ月前かわかりませんけども、遡ってあなたあの時この行為やってましたね。今の法律に当てはまって、違反です。違法です。っていうようなことで、まあ、処罰の対象になるっていうのが訴求行なんです。で、この訴求行なんかを認めてしまったら、すべての物事がおかしくなってしまう。どの基準の法律を信じてやればいいのか、なんていうことがおかしくなってしまう。カオスになってしまうんですね。ですので、少なくとも日本っていうのは、法律っていうのはできてからが効果があるようなものなんだよっていうふうにしているんです。で、まあ、法律の考えなんですけれども、それが法治主義、法律によって治めるということなんです。で、人治主義っていうのは、人治っていうとなんか聞こえはいいんですけども、どっちかっていうと、その時の感情、その感情も誰の感情なのかわかんないような感情で、まあ、世論なのか、国民の声なのか、ちょっと大きな主語になってしまうんですけども、とにかく空気で、ね、物事が変わってしまう。で、今回のスーパーライジン3の試合も契約当時、ライジンのルールでは尿検査をやるん、尿検査のみだというような形で、まあ双方が合意して試合をしたと思うんですね。で、もちろん、やったかどうかわかりませんから、それをね、尿検査に出ない薬を飲んでやろうみたいなことは、もう、それぞれの格闘家のプライドになるわけです。で、組織としては、尿検査をで済ませますといったものをですね、後からすみません、やっぱり血液検査します。すみません、やっぱり毛髪検査しますっていうのは、ルール、ガバナンスとして、ルールとしてはおかしくなっちゃうわけです。ですから、ライジンとしては、その、スーパーライジン3の試合の後のその疑惑でもって、結果を出し、血液検査を追加して、スーパーライジンするの試合を、うんぬんかんぬんっていうのは、法治主義に反してしまうということなんですね。訴求行になってしまうので。だからその辺をですね、まあ、ファンはちゃんと理解をして言っているのかどうかっていうところになります。で、ライジンが、まあ、資金的なものがあるんで、血液検査を今後もやるかどうかわかりません。チケットが倍になる可能性だってありますからね。チケット料金が。ペーパービューの料金が。例えばですよ、次の試合から、血液検査を行いますとか、そういうようなことならありなんです。でも、スーパーライジン3の結果を左右するための、掘り下げるための血液検査っていうのは、ルールを作った側の立場としては、それを認めてしまうと、あれもこれもっていうような、じゃあ2年前の、3年前のあの疑惑っていうような話になっちゃうんですね。そのあたりを、こう、見る側っていうのは、自分の感情と、まあ、組織というか、仕組みというものを切り分けて、見ておくといいのかな、というふうに思います。まあ、そうは言っても人間、感情の生き物なので、理性をね、感情が凌駕して、それが自分にとっても人間の魅力なとこだとは思うんですが、まあ、ね。ひとしきりこう、まだ疑惑が証拠もはっきり出てない中で、うんうんっていうのはどうなんだろうか。そしてルールというものはどういうふうにして出来上がっていくのか、運用されるのかっていうところを、この訴求行という言葉でもって考えてもらえたらな、なんていうふうに思います。よかったら皆さんのコメントで、意見聞かせてください。最後までご視聴くださりありがとうございます。また別のラジオ動画でお会いしましょう。ありがとうございます。お疲れ様です。